それは10年前のことであった。こうして動画の収益は剥がされた。デスクリムゾンを配信でプレイしたら配信アーカイブが収益化できなかったんだが、何が原因だったんだよ。こんにちは。お前は YouTube の AI、 なぜここに。これはオプトピピック12話で放映されたデスクリムゾンオープニングパロディ映像の一部と、本家デスクリムゾンオープニング映像の一部じゃないか。この画像で何が言いたいんだよお前は。一致率 99.9%。 よってこれはポプテピピックアニメ映像であり、それを公開することはできないので、この動画の収益化は無効になります。ということでは仕返るわ。YouTube に投稿されたデスクリムゾンのプレイ動画が、なぜか、ポプテピアニメの著作侵害として扱われている件について、YouTube の AI の成果キングレコードから、いかれた申し立てがあったためかは、YouTube 素人なのでよくわからないのですが、ともかく、キングに報告をします。キングと相談したので、報告です。ポプテピ公式が、非公開状態でアップロードしている動画を、参照に、YouTube の AI が作動しているとのこと、ポプテピ公式が、公開動画を削除することで一旦は改善されると思います。どうもコンバット越前です。今回はデスクリムゾンというゲームがなぜここまでクソゲーとして有名なのかを紹介する動画となっております。動画冒頭でいろいろありましたが、なんとか動画かまでこぎつけました。大川ブクブ先生、本当にありがとうございました。で、まずこのゲームの何がすごいのかというと、クソゲーすぎて逆に補正が働きプレミアがついており、高額で取引されています。故に新品での入手は困難であり、投稿者は通販にて5000円で購入しました。前置きはこのくらいにしといて、早速このゲームの凄さを語っていきたいのですが、まずはオープニングからですね。気をつけろ。まずは、最初に登場した謎のロボですが、こいつが今作のラスボスですね。で、この、よくわからない鳴き声なんですけど。最後に、謎の打って音が聞こえますが、この機械音声のような鳴き声は、ちゃんと声優さんがアフレコしたものです。今は引退なさってますが、誠二郎さんという声優の方が声を当てています。そしてここから驚きなのですが、このゲームに声を当てている声優長谷一郎氏だけです。なので今後流れる効果音や BGM 以外の音は全て長谷一郎氏の声だと思ってください。
大事なタイトルロゴが、なぜか、男性の大事なところから射出されます。デスクリムゾン。映像が実写と思ったそこのあなた。はい、その通り実写です。ちなみに、この撮影場所は、和歌山県の友ヶ島というところで、この映像は、エコールソフトの社長が自ら出向いて撮影したという伝説の映像です。社長自らカメラマンになるとか。さすがだ。何？クレック生きてるか？ああ、なんとかな。なんとか生きてるらしいダニーとグレッグは今作ではこれ以降出てきません。しかし、次回作であるデスクリムゾン2で再登場します。おっさん、生きてるかい？ああ、なんとかな。グレッグは元気そうですね。あれはダニーでは？サバールで緑の石を見つけて大金持ちになったダニーの旦那が情けない姿を晒しているじゃないか。さらばだ、ダニー君。ダニーはこのように次回作で実写爆発によって爆殺されます。ああ、なんとかな。上から来るぞ、気をつけろ。多分攻撃が上から来ているのでしょうが、社長がカメラ持って走ってる映像でしかないので全く伝わってきません。こっちだ、越前。なんだこの階段は。いや、ただの階段でしょう。せっかくだから俺はこの赤の扉を選ぶぜ。せっかくだからの意味はよくわかりませんが、扉自体全く赤くないんだよな。こうして越前康介はクリムゾンを手に入れた。とまあこんな感じでデスクリムゾンの世界がオープニングから全開なのですが、正直初見じゃ意味不明にも程があります。それゆえに当時のゲーム雑誌にてレビューをやる中でゲームに点数をつけるという行為に限界を感じた一本という素晴らしい評価を得ることができましたとさ。気をつけろ。はい、ここからオプションに関して説明していくのですが、このゲームのオプションはとても充実していると好評なんですよね。なので早速見てみましょう。以上です。気をつけろ。ではそろそろ本編に入りましょう。一体どんなゲームなんでしょうか。どうやらベルトスクロールシューティングゲームのようです。しかし敵がチープですね。上から来るぞ、気をつけろ。このクッソーっていうボイスがどうやら被弾ボイスなんでしょうけど、何度見ても敵の攻撃がよくわかりません。リロード。ボタンがどこかわからないんだよ。ゲームオーバーになるとゲーム起動時の画面に戻されます。そしてこの映像はスキップ不可です。はい、再挑戦です。先ほどはコマンドがよくわからなくて即死しましたが、今度はコマンド確認したので大丈夫です。というか普通のコントローラーでプレイしてるのですが、感度調整が一切ないせいかエイムが死ぬほどやりにくいです。そしてこのコウモリなんですが、当たり判定が小さいくせに攻撃までの時間が短いので強すぎます。というか本当に操作感が劣悪です。最近流行ってる FPS ゲームの操作感が10だとするとこのゲームは1か2くらいです。動画では伝わりませんが本当に悪い。そしてやっと敵の弾らしきものを主任することができましたが、これは何でしょうか。腐ったパンか何かでしょうか。やりやがったな。さすがに
私が下手くそすぎますね。もうちょっと練習します。何かバグで音が消えたんですけど。わーくそー、やりやがったな。くそー、あーやろう。くそー、やりやがった。正直無理です。一応バーチャガンというガンコンもあり、それを使えばかなりエイムが楽になるんですけど、このバーチャガンは液晶テレビやモニターに非対応となっており、使うにはブラウン管テレビが必要だったので使えませんでした。なのでこれを使いたいと思います。コマンド入力左右 A B。 このコマンドによって無敵はい、無敵コマンドを入力しました。昔のゲームではよくある裏技ってやつです。内部ツールを使用しているわけではありません。本来であればちゃんとクリアすべきなんでしょうけど、一面は残機が2しかなくて、このゲームで一番難しいとまで言われてるので許してください。他の面であれば残機がステージクリア報酬で増えてるのでクリアできると思われます。やりやがったな。はい、一面をクリアしました。次はどんなステージなんでしょうか？はい、二面です。やたら、映像が綺麗になってますけど、セガサターンくんすごいですね。PS5 超えてますよ。とても、1990年代発売ハードとは思えませんね。ダミー、クレック、生きてるか？ああ、なんとかな。ペカル来るぞ、気をつけろ。パイヤー。デスクリムズ。デスクリムズ。デスクリムズ。さすがに茶番はもうやめろという声が聞こえてきそうなのでそろそろやめますけど、なぜこんなことをしているのかというと、このゲームプレイ中あまりにも虚無すぎるため、どう頑張っても動画が面白くならなかったからです。だって肝心のボス戦はこれですからね。プカプカ浮いてるボスをひたすら撃つだけです。他のステージだって風景と敵のグラが変わってるだけでステージギミックとかもないし、ひたすら内容のないシューティングゲーム映像を垂れ流しても面白くもなんともないんですよ。まあだからこそクソゲーを通り越してもはや現代美術の域にまで到達しているとまで言われているんですけどね。はいどうも、クソ投稿者です。いかがでしたでしょうか？デスクリムゾン。やはり、クソゲーの征夷大将軍と呼ばれてるだけあって、まあ、すごいゲームだなと思いました。まあ、プレイしてみての感想としては、なんか、オープニングとオプションで、このゲームも8割落ちてるっていうか、落ちがついてるというか、まあ、残りの1、2割が、プレイ部分に当たるのかなという印象しかなかったです。現に動画時間もほとんどオープニングの件だったと思うんですけどね。ただやはりね、このゲームの与えた影響っていうのは凄まじいもので、まあ、クソゲーという烙印を押された後でも、なんかそのカルト的なね、ファンがついてきて、感謝祭とかね、ファンミーティングとかも小規模ながら、行っていたみたいです。まあ、あとは、自分の動画に、本当に、ガチで、声優事務所に依頼して、しっかりお金払って、聖二郎さん、このゲームの唯一の声優である聖二郎さんに、なんかその、メッセージとかいただきたいな、とか思っちゃったりしたんですよ。本気で考えて連絡取ろうとしてたんですけど、
調べたらですね、この動画が上がる数ヶ月前に、聖二郎さんが声優を引退してしまったみたいで、まあそこにちょっとね、こんな、ね、動画投稿者のやつが、だからわざわざお呼びしてっていうことはできないので、それは中止という形になりました。あとはまあ動画冒頭にあったそのポプテピピックとこのゲームのねオープニングのパロディがあったせいでちょっと収益化が剥がされるっていう事件があったんですけど、で、あれに関してはちゃんと自分配信して、まあこれこれこういう理由でダメでしたって皆さんに報告して終わったっていう後にブクブ先生がちょっと動いてくださったっていう形になるので、自分がね、直接お願いしたとか、そういうことはないんでね。まあ、その時の自分は、YouTube にそう判断されちゃったら仕方ないよなっていう感じで、まあ、泣き寝入りするしかないんですよ。だからね、こうやって動画を上げることができたのは、ブクブ先生が動いてくれたおかげなので、本当に、ありがとうございました。感謝の印としてね、ポプテピピック、まあ、電子書籍版ですが、全巻購入させて、すべて読ませていただきました。面白かったです。ということでね、以上でこのデスクリムゾンの動画を終わりたいと思います。また次のクソゲーでお会いしましょう。